明様、清明様。琥珀。はい、清明様を終生のご主人と誓う式神の琥珀です。もう清明様ったら何をぼーっとしてたんですか。もしかしてまた記憶をなくしたことを気にしていたのですか。いや、少しばかり神楽のことを考えていたな。神楽様ですか。あの日記憶を失った清明様が連れてきた不思議な子ですよね。琥珀にはあの方が何を考えているのかよくわかりません。清明、どうかしたのか、神楽。清明にお客さん、それもとびきり変なのが。頼もう。うわ、なんですか。何のことだ。我が名は犬神。貴殿がそこの獣の主ということは分かっておる。獣って琥珀のこと。確かにこの子は清明の式神だけど。ならば問答無用よ。いざ覚悟。うわ、大変です。清明様、こちらも式神を呼びましょう。目覚めよ、時は来た。まず発動したいスキルを選んでください。スキルを発動するターゲットを選んでください。大丈夫ですか、清明様。問題ない。どうやらかなりの霊力を持つ鬼のようだ。陰の気、怨念に取りつかれ、その力が増している。友の仇、憎き陰陽締め。まだやるというのか。我が恨みの一刀、その身に受けよ。ダメ、生命は殺させない。